コルト M1903 は銃器設計者として知られるジョン・ブローニングが設計し、アメリカのコルト社が製造した自動拳銃である。一般にはコルト32音の名で知られている。本項目では38口径型のコルト M1908 と合わせて記述する。コルト社の設計 製造した拳銃には同じ M1903 のモデル名を持つものとして、モデル1903ポケットハマーが存在するが、本項目で解説する、モデル1903ポケットハマーラスとは、撃鉄が外部に露出している点をはじめとして設計が異なる、全く別の拳銃である。コルト M1903 は1903年から1945年に、 かけて、約57万丁が製造され、製造時期によって5つのモデルに分けられる。このうち、タイプ2として分類されるモデル以降では、重心長が4インチから3.75インチに変更されており、全長も7インチを装備したものが試作され、コルツミリタリーモデル1904の仮名称が付けられていたが、試作に終わっている。鉄内蔵型で、ローディングインジケーターがないことから、 薬室への相談状況が確認しづらいことも、相まって、暴発事故が多発したために、追加の安全装置が設けられたという経緯がある。第二次世界大戦時の高級将校、航空搭乗員の護身目的などで使用されたほか、小型で傾向しやすいこと、激鉄内蔵型であるために銃を隠し持ち、有事に抜き打ちをする必要性から、諜報員や工作員にもよく使用されたと言われる。 小型軽量で信頼性が高いため、かつては多くの軍隊や警察機関で使用されていた。アメリカ軍においては1970年代まで商工用拳銃として使用されており、1972年までは昇管用の特別使用モデルも製造されていた。2015年よりおよそ40年ぶりに再生産され、2018年現在でもコルト社のラインナップに、 現役の製品として掲載されている。なお、当銃の設計を拡大発展させたものとして、ベルギーの FN 社とアメリカのブローニングアームズ社では、ほぼ同じ内部機構を持つ拳銃である FNM1903 が生産されていた。本銃の特徴として、ハマーラスの製品名の通り、ハンマーが外部に露出しておらず、射撃にあたって撃鉄を操作する必要がないことと、 マニュアルセーフティとクリップセーフティの二つの安全装置に加え、マガジンセーフティを持つことが挙げられる。ただし、ハンマーレストは歌っているものの、ストライカー式の拳銃のように部品としての撃鉄が存在しないわけではなく、作動機構は、撃鉄のあるシングルアクション式自動拳銃と同様である。撃鉄自体は存在しており、銃の後端にスライドに覆われる形で配置されている。 このため、本銃のハンマーレストは外部から撃鉄があることがわからないという程度の意味である。これは突出した撃鉄が服やホルスター等に引っかかることがないため銃を隠し持つことに適しており、突さの際に抜き打ちすることも容易であるという利点があったが、反面、撃鉄が起きているかどうかを目視で確認できないため、暴発事故の原因になるという問題もあった。 二重式の安全装置は、この危険性に対処するために組み込まれたものである。記述のように安全装置は二重式になっており、ハンマーがコッキングポジションにある時のみ、マニュアルセフティがオンになり、同時にグリップセフティも握り込むことができるという仕組みになっている。しかし、前述のように、ローディングインジケーターがないことによる、暴発事故が多発したことから、後期のモデルからは、 マガジンセフティが追加され、たとえ薬室内に弾薬が存在していても、弾倉を抜いてあれば撃破されない、という3番目の安全装置が設けられた。コルト M1908M1903 の後継を、38都市、使用弾薬を、380ACP 弾とした派生型で、コルト M1908 の製品名が与えられた。これは、世界で最初に、 380ACP 弾を使用した拳銃である。なお、M1908 は、後継 E 以外は、サイズデザインともに、M1903 と、ほぼ同一だが、弾倉側面の残弾確認口が一列しかない、点が異なる。M1908 は1908年の製造開始から1945年に、製造中止となるまでの間に13万8000兆。 あまりが製造された。M1903 は大日本帝国陸軍の将校に M1910 に次ぐ人気があった。日本の杉浦銃器製造所は M1903 をデッドコピーする形で杉浦式自動拳銃を製作したとされている。また、かつての日活アクション映画では本銃をモチーフに製作された電気銃がよく登場しており、 通称、日活コルトとして知られたため、デザイン元である、本獣も日本での知名度が高い。ありがとうございます。